世界の都市的地域の人口順位は、都市的地域により、世界の都市部の人口を算出された順位である。以下は2012年に更新された、ウェンデル・コックスらの試算により作成された世界の都市的地域の順位表である。2012年にウェンデル・コックスらが公表した、ディマグロフィアによる都市的地域の定義は、原則として400人、平方キロメートル以上の人口密度を有する。 建物が連続する地域である。従って市町村などという行政区画の人口で計測したものではなく、行政区画とは無関係に実質的に都市部が形成されている域内を一つの都市的地域として計測している。例えばパリは行政区画としての地域だと面積105平方キロメートル人口 約220万人であるが、市の外部へも高い人口密度を維持した都市部や建物が連続する都市部を広く形成していることから、都市的地域としての面積は2844平方キロメートルと地域のおよそ27倍、人口は1075万人との評価を受けている。逆に、重慶市の場合、地域人口は2800万人を超えているものの、 市の面積そのものが北海道並みにあり、市のほとんどの面積は農村部など非都市的地域であるため、重慶の都市的地域の面積は777平方キロメートルで地域の1%に満たず、人口も632万人と推計されている。ありがとうございます。